やあ、せつなけいすきだよ。恨みっこつぐろひーたん2第3話。今回が第3話ですよ。見てください。定番のこの BGM から入ります。もうこれがなかったら恨みっことは思えないと。そんな感じの BGM でこのスタート画面始まっておりますが、見てください。主人公がタバコ吸ってるみたいな感じの煙出してる。鼻から煙出してるから。これ多分主人公だと思うけど、さあ、第3話。第2話でさ、もうこれまでの常識を潰してきたからね、教室に音量が入ってきたからね、もう第3話で何どの常識が潰されるかわからんからね、そんな感じですよ。もうイレギュラーにイレギュラーを重ねてくるゲームで、ご注意はまあ多分前回と一緒やけど、いきなり女の子らしき生徒が3人おるね、教室、学校の前に。前作のキャラクター出てくんかな。これって西野が隠れたところちゃうん、前回のパートで。第、うわーそっからなんじゃ。前回の、すぐの続きなんじゃ。で、ここで、わー足音でかいなー、やっぱ足音でかいわ、君。もう野球部ばりに、野球部やけんな、こんだけ声通るわけですよ。こんな声でさ、かっ飛ばせーって言うたらさ、かっ飛ばす相手が相手の選手じゃないかっていうビビらせ方になってくるから。ボールをかっ飛ばそうとしてないだろ、絶対これ。え？行った？外から見えると思うんやけどな、机の下って。見つからずに済んだ。安藤くん、バットで教室の引き戸を壊して入ってきた。バットで壊せる？引き戸バットで壊せる、どんだけ脆い引き戸なんだろう。もう教室も安全じゃないのね。いや、机の下やってす、大概安全じゃないぞ、丸見えやけん。それでもなんなん、安藤くん、そういうところ注意せんタイプなん。あかんぞ、ルイでそんなこと注意できんかったら隠し玉とかバレるぞ。それとも安藤くん、隠し玉で何回もアウトになった経験があるのか。注意力が散漫なのか。お、放送室と扉、あそこは鉄製だったはず。放送室に行こう。伏線や。鉄製の扉ここで出てくるんじゃ。あ、西野また操作するんじゃ。どっちやっけ。どっちやっけって、こっち行ったら危ないか。こっち、え、あ、入り口まずここにしかないんか。じゃあ安藤くんどこ行ったんや。え、安藤くんどこ行ったん。え、引き返したんかな。え、デートさ、見た目からしてこの机の方向かっていったような感じはするけど、机じゃないわ。壁の方。こっちの方向かっていったけど、隠し扉ある俺。隠し扉あるじゃん。村岡さんもそっちにいとんじゃん。え、なんか謎解いたらボタンとかあるんじゃん。ボタンしたらプシューってか言うてさ、壁へと向こう行ってさ、階段あたりせんなの。安藤くん音量やけん、そういうところ知っとんかもしれんぞ。もう教室にも音量が入ってくる。隠れる場所探しながら行かなきゃ。スニーキングやってきてるやん。音量を退けるというか、もう見つかったらアウトみたいな。うわあ、またこれ見たことあるぞこの展開。内田先生、西野さんまにもそんなこと言う。内田先生もしかしてバイセクシャルだった。もう男女関係なく愛するタイプの人なの、好きな人は。次の教室へ移動してくださいって内田先生のことを無視しとる。ゲームが内田先生のことを無視しとるで、教室行こうぜみたいな感じになる。内田先生どうでもいいから教室行こうぜみたいな感じになってる。こんなん私につきまとうの。やっぱりバイセクシャルだ。安藤君がいない今、西野さんが一番好きな人になってしまっとる。もう男女とか関係ないやん。もう西野宇治原先生にとってはもう。てか、安藤くんのこと諦めるの早ないか、宇治原先生。あんだけ、大好きみたいなこと言おうたのに。チャイムが鳴り終わるまで隠れていいよ。きたー、バイセクシャル。机の下にはいませんよ。机の下にはいませんから、スルーしてください。
お願い、どっか行って。スルーしろ。どうも。あ、どうも。アウジア先生もここの場所も好きなんですけど。これは西野が悪い。ウジア先生のお気に入りの場所をかぶっとったとはいえ、奪っとったが悪い。ウジア先生が机の下の場所を気に入っとるとは、いつもここで多分昼飯食いようんだろうな。で、いきなり話変わったけど、これ。もしもし、さっちゃん？誰だよ、さっちゃん。私、みずほだよ。今時の女子高生みたいに小さい O を使うんやな。みずほだよ？だよ？この発音重要。みっちゃん？ねえねえ、3A の木島さんって行方不明になったじゃない？あ、第1話に出てきたあの女の子だ。カーテン越しになんか話しかける。かもしょ。さっちゃんが学校を来れなくなっちゃったのもその時期だったよね。じゃあさっちゃんってあれ、三倉さっちゃんか。第1話の主人公。あ、出てくるんじゃ、さっちゃん。さっちゃん、何か知らないかと思って。じゃあ、みずほってこう誰だよ。新しい主人公が。みっちゃん、どっから電話してるの？え、学校だよ。今、生徒会が終わったとこ。学校？学校から電話してこないで。え？え？どういうこと？どうして？いやトラウマになってる。地獄のチャイムじゃないけど、これチャイムトラウマになってるやつや。いやー！幸、何やってるの？お母さん出てきた。もしもし、ごめんなさいね、みずほちゃん。サチ、まだ体調が良くならないのよ。体調の問題じゃないと思うぞ、これ。精神的な問題だと思うぞ、これ。トラウマってやつだぞ、お母さん。精神科に行った方がいいよ。病院で体調を見てもらうよりも精神科に行った方がいいぞ、これはもう。まだ声かけてやってちょうだいね。断る。サッちゃん。もしかして、本当に何か知ってるの？知っとったとしてもこれ聞き出せる状態だとか。何かの事件に巻き込まれたとか？それを知ってて、誰にも言えずに苦しんでいるんじゃ。お。そりゃ、事件のこと、怨霊のこと知らん人にとってはそういう考え方だよな。今月に入って、よりいなくなった。3年 A 組、木島かの子さん。こう見たらちょっと不細工に見える。3年 B 組の野球部、安藤京介君。3年 B 組の担任、内田久美子先生。あ、内田先生、安藤君の担任だったんじゃ。うわぁ、これは目つき放題じゃ。席外のくじとか、なんか手入れて安藤君が、強奪の前に来るようにしそうやわ。3年 C 組野球部マネージャーの西野優衣さん。なんでこれだけこの子だけジャージなん。全くの手がかりがなく消えてしまった。警察や先生、大人たちは皆毎日夜中まで対応に追われているようだった。でもサッチャーは何か知ってる？私、どうしたらいいんだろう。この子がさっきのみずほちゃんが。お、第3話、小林みずほ。みずほちゃんやな。この今の、2つ、髪を2つのところで止めとった子がみずほちゃんやな。みずほ、みずほ、特報のみずほ。今日はさっちゃんの家へ寄っていこう。今日は会えるといいな。っていう時は会えません。学校から出てください。来たー。次の日名です。学校から出てください。
こういうさ、学校から出れた試しがないからな。今回も出れんのだろうけど。とりあえず教室から出ようとしたら、出てくるような四季子さんが、廊下に。出れたー出ちゃったー、家まで帰ってきちゃった出ちゃったよ。四季子さん、今回はスルーしちゃったよ。みずほちゃんのことちょっと気に入らんかったらしい。気に入らんかったらこっちの世界に連れてこようとはせんかった。出れちゃったよ。スルーしたで出れちゃったよ。あとこのおばさん怖いなぁ。この人怨霊じゃないのかってぐらい怖いけど、怨霊じゃないよな、これ。あ、いいのそれで、次の日。おばさん、これ、中学からのプリントです。いつも悪いわね、みずほちゃん。ざます。クラスが違うのに、サチのことを気にかけてくれて、ざます。いえ、だって、小学校の頃からの親友ですから。おばさん。サチちゃんはまだ元気にならないんですか？ずっと部屋に閉じこもってきたままで、ざます。出てこないのよ、ざます。うちはザマス。お父さんが早くに死んじゃったでしょ。ザマス。サチ、何か悩みがあるんだろうけど、ザマス。こんな時にどうやってザマス、接していいのかは私もわからなくてザマス。ザマス。おばさん、サッちゃんはきっと大丈夫ですよ。あとおばさん、ザマスの使い方下手くそですね。おばあさんの守りを、お守りを持って、すごく嬉しかったみたいなんです。その後、勉強もすごく頑張ってたんですよ。一人で。今はちょっと元気が出ないだけです。ありがとうね、みずほちゃん。さちも喜ぶわ。これからも親友でいてやってちょうだいね。うん、おばあさん。ざます。さっちゃん、どうしちゃったの？ザマス。あ、映っちゃった。ザマス映っちゃった。映っちゃった。おばあさんのザマスが映っちゃった。お、これはもしや出たー、この学校のやつ。これ、その時計が動いて過去に飛ばせるっていう演出のやつやな。この時さ、ちゃんと音量が出てくるからな。これから出てくる音量の姿出てくるから、出たー、これは誰だ今の子は誰だ。わあ、少年、ちびっこみたいな男の子が出てきたけど、これ違う、君は見たことあるわ、君は見たことあるわ、バリバリ。もうこれはレギュラー出演なんだ。君は絶対出てくるんだね。それも一つ前に出てきた男の子、気になるな。見た感じ、小学生っぽいような感じもしたけど、中学校でか。これ中学校は舞台やけん、中学生が音量になって出てくっても考えにくいんやけど。セーブ。よし。まあもうちょい行こうか。てかさ、今の画面にまだ、まだ昔の旧校舎まで、昔の旧校舎だったよ。意味二つかぶっとうけど、昔の 青学に行く前にあのやつが出てくるんやな、あの演出が。さっちゃん、今日も会えなかったな。何が珍しいかって、まだ音量の世界の方に引きずり込まれてないっていうかな。掲示板に書き込んだ SM ってさっちゃんなのかな。しっこさんに連れ去られるってどういう意味なんだろう。しきこさんってあの噂の幽霊だよね。噂はちゃんと広がったやな。どうしてあんなことを書いたんだろう。いきなり建物がなくなる。お、みっちゃん。誰だ貴様は。え、わあ、怖い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 。あの、ブサイク。あれ？さっちゃん？さっちゃん。
え、ミクラサシちゃんこれ。え、こんな顔だったっけ。え、ちょっと食べ物を食べなさすぎてやつれたとかそういうタイプの顔じゃないぞこれ。え、整形してわざとブサイクに整形した感じになってるけど大丈夫か、サッちゃん。そうだよ、サチだよ。あ、これね、ちょっと女の子二人やけん、とりあえず声を分けとこうと思ってこういう声にしておきます。ちょっと深い意味はないです。もう外に出て大丈夫なの？うん、いろいろとごめんね。あのね、みっちゃんに調べてほしいことがあるの。一緒に学校に行ってくれる？え、いいけど。よかった、それじゃあ行こう。おう、二人で行くんだ。何かサッチャーの印象が違う気がする。いや全然違います。第一話のサッチャーこんなんじゃなかったよ。俺見たけど、見たことあるけど、まるで別人のような。俺もそう思うわ。そうか、サッチャー髪型変えただ。それで印象が違うんじゃ違うわ。そんなんではここまで変わらん。ねえさっちゃん、どうして学校に来なくなったの？何があったの？みっちゃん、3年 B 組の青いシミって知ってる？あれを調べてほしいの。青いシミ？なんで？とにかく3年 B 組の前まで行こうよ。うん、怪しい。3年 B 組の青いシミなんか見たところで、俺ら私たちには何もわからないのに。プロじゃないのよ、プロじゃ知識なんかないわよ。見たところで、あ、シミだねぐらいしかこっちじゃないな多分。B 組、あれ通り過ぎたんじゃんこれ。ここじゃ、この辺。あー、だわ、人の顔みたいなのになってる。顔なしみたいになってる。千と千尋の顔もみなしみたいな感じの鍵になってる。さっちゃん、青いシミの前まで来たよ。何を調べたいの？あのね、めっちゃんキキコさんってね、学校で話しかけられた人を闇の木造校舎に引きずり込んじゃうんだよ。キキコさん、さっちゃん、何を言ってるの？おお、闇のオーラまとってるね。ねえみっちゃん、3年 C 組の西野さん行方不明になっちゃったでしょ？うん、今も闇の木造校舎にいるんだよ。え、今もずっと一人で逃げ回ってるの。内田先生からやな。え、あの時内田先生にそのままボイセクシーでキスされて、もうファックされて、ね、大丈夫だ。え、いけるのあれは。されたと思うんやけど、うん、ねえ助けてあげてよ。さっちゃん、どういうこと？怖い、詰め寄ってくるな。怖いから、目怖いから。なんで黒目の部分右と左で大きさ違うんですか？めっちゃん、私ね、私も闇の木造校舎に連れ込まれたの。え？それ以来キキコさんが怖くて学校に来なくなっちゃった。でペロ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 。めっちゃペロペロってる。でもみっちゃんと一緒ならリノさんとも助けられると思うの。だって小学校の頃からの親友だもんね。いや親友ってそこまでの強さない。親友ってそこまでのもんじゃないと思うぞ俺は。親友だから決まってるでしょとは思えないわ俺。助けれないわこれは。さすがに親友っていう力使っても無理だわ俺は。そう思うわ。さっちゃん、さっちゃんがそんなことを言うなんて本当なんだね。あ、やっぱり親友やからな。親友やけん本当だと思ってしまうのだ。私信じるよ。私たちずっと親友だったものね。わ、もしこれさっちゃんが音量に入れ替わっとったとしたら、親友という言葉を使ってたぶらかそうとしてる。
そこまで親友の絆は強いからな。逆にそれを悪く使われてるかもしれない。ありがとう、めっちゃん。さ、一緒に行こう。どこに？この青いシミはシキコさんの力が現代に侵食し始めてるんだよ。だからどんなにこすっても落とすことができないの。わからんぞ。最近使え、最近出た強力なやつ使ったら落ちるかもしれんぞ。案外これに触ったら連れて行ってくれるよ。さっちゃん、わかったけどさ、あんだけ闇の木造校舎高が取ったさっちゃんがさ、親友が一緒とはいえ戻りたいと思うか。そう考えたらやっぱり怪しい。それにあんなこ、あんな危ない場所に親友をと一緒に親友を連れて行こうと思う、そんな発想するか。そう思うんですけど、怪しいんですけど、ワンちゃんやばいんですけど。廊下が伸びた。闇の暴走校舎はこのその先だよ。わあ、なんかこれ見たことある気がするけど、見たことある気がするって、木造校舎の扉全部これだったわ。さっちゃん、これを引き取って。闇の木造校舎はその先だよ。西野さんが待ってるから早く行こう。うん、わかった。あったわけでもないのに、何で西野さんのこと知っとんだろうって思うけど。ボロ出してる？このサッチャに化けた音量ボロ出してる？めちゃくちゃ人狼ゲームだったらすぐに釣られるぞ。さ、サッチャ、真っ暗だよ。ここは白道だよ。白道？大地まで出てきたところやな。めっちゃん、このまますぐ進むんだよ。扉が見えたらそこに入って。うん、うん、わかった。でもさ、まっすぐ進むんだよって言われたらちょっと振り返りたくなるのが私の心情。なんもない。つまりこれあれじゃ、第一は出るときに使った道を逆走しような感じじゃ。逆走して来た、これ見たぞ、見たことあるぞ。扉が見えた。これエクシーズモンスターの枠みたいな、遊戯王のエクシーズモンスターの枠みたいな感じの色してるもんな。でもここまで来てしまったんじゃ、引きずり込まれるんじゃなくて自分から行くっていう新しいパターン。いや、自分から行くって言ってもある意味引きずり込んどうよな。みっちゃんが怨霊だったら引きずり込んどるって感じやな。連れて一緒に行こうって言って引きずり込んどるってことやけん、形が違うだけで。さっちゃん、ここが闇の木造校舎なの？なんで何も言うてくれんの、さっちゃん。あれ？さっちゃん？え？え？扉がなくなってる？どうして？てか、さっちゃんおらんようになっとるし。わあ、引きずり込まれた。さっちゃん、いないの？やっぱりあいつ。あいつ。今度会ったら、一番のネックレス買ってもらうからな。置いていった代償ってか、置いていった罰よって感じで、1万円のネックレス買ってもらうからな。どうしよう、さっちゃんに言えるままに来ちゃったけど。ここってどういう場所なんだろう。とりあえずセーブさせてくれない？そろそろ終わりたい。そろそろ終わりたい。セーブしなくてもいいから終わってしまおうか。終わってしまいます。皆さん、See you again。今回パート長くなっちゃった。学校から出てくるさんのところでさ、普通に出ていけるとかさ、もう次の日であるんかって思ってたぐらいやもんな。それ本当に学校に出ていけるとは思わんかったもん、俺も。すごいよ。パート1からいきなりイレギュラー起こり始めとうけんな。本当にぶっこんでくるわ、仕掛けてくるわ、次の日。